とね。はいか。あ、リップも塗り忘れたし髪もボサボサですけど、まあやっていこう。お昼公演が終わりました。今日なんか顔薄いですね。リップか。髪も伸びました。昼公演終わって喉がめちゃくちゃ乾いたのでキリンレモン炭酸がすごい飲みたくなったんですけど、 NMB のこの自動販売機に炭酸がこれとちょっと弱弱い炭酸のやつしかなくて、がっつり行きたかったんで。うまっ。あのマラソンを走ったことあるんですけど、その時もあのトレーナーさんにマラソン終わった後の、あ、ショールームしてます、ショールームしてます、お疲れ様です。あの何ですか、あの走った後のコーラがめちゃくちゃ美味しいって言われて、そうだから25キロかなトレーニングで走った時に、そう、もうずっとコーラコーラと思いながら走って、でマネージャーさんに終わった瞬間買ってもらって飲んだコーラが世界で一番美味しかった、人生で一番うまかった。だからやっぱこう頑張った後というかね、後の炭酸っていうのはうまいですわ。なんか違うもんに見えてくるけど、でもコーラとかあんま飲まないので普段、逆にあれ以来飲んでないかも、マラソン時以来飲んでないんじゃないかぐらい飲んでないな。あのジャンクフードですかとか食べる時の炭酸もジンジャーエールが多いです。焼肉行った時もジンジャーエール、が多いので、ペンライトフリフリ。普段ご飯に行ったら、せっかくお外でご飯食べるってなったら割とあのジンジャーエールとか炭酸を飲むのがことが多いですけど、コーラは飲まない、選ばないかな。ジンジャーエールかあれです、もう一個なんか何でしたっけ、あれなんかごめんなさい、今頭に浮かんだのソプラノしか出てこないんですけど、ソプラノみたいなジュースありますか。ちょ絶対に違うんですけど、アスプライト、それです。惜しい、言いたいことが伝わった。スプライト、それです。スプライトかジンジャーエールです。そう、キリンレモンとかもなかなか飲まないですね、こうないと。仲良しよね、二人ね。マカニャンとシオンです。なんか飲みたくないけど、ずっと買ってあげるから、買ってあげるから。マカニャンがちょっと先輩っぽくしたかったか。練習頑張ってた。練習頑張ってたからな。飲みたくない。仲良し。練習頑張ってあげ、頑張ってか買ってあげたっていうマカニャンのいいエピソードと、シオンの、シオンのなんて言うんだろう。シオンのはっきりね、ちゃんと自分の気持ちを伝える感じもシオンのいいとこですからね。仲良し2人。シオンはなんか会うたび練習してるわ、ほんと。今日も今来た一人で練習してました。すごいよ、ほんとにすごい。歌唱力あるんですけど、すいません、揺れてますよね、ごめんなさい、ね、机と一緒に揺れちゃうんだよね。歌唱力 AKB48 グループの歌唱力歌がす、なんて言うんですか、あの名前、歌唱力なんか歌合戦的な感じとかあるんですけど、なんかそれ何でしたっけ、名前忘れちゃったな。
忘れちゃったけど、そう、それの、あ、歌唱力ナンバーワン決定戦、あ、それです。それのシオンの動画だけ見れて、ちょっと他のが、ま、あの全然なんか見れなかったんでわかんないんですけど、シオンだけ見れたんですけど、めっちゃ上手くて、普通に5回は本当に聞いた、本当にね。アミルも聞きたいし、ウーカさんもですよね、進出したの。みんなの聞きたいんですけどね、ちょっと聞く手段がなくて。最高だったで、やっぱ英語の発音とかもやっぱちゃんとしてるよね、さすがだなと思って。だから本当にもうスンって入ってくるし、声が綺麗なのよ。でも私あのシオンのオーディションを見させていただいてたんですよ、シオンのオーディションの時に。もう衝撃的だった、歌うますぎて。あ、オーディション何歌ってたかな、 NMB の曲歌ってたんですよね、決勝とかやったかな、 NMB の曲歌ってて、もうすぐ引き込まれてうまーってなったのをその頃からめっちゃ覚えてたから、そう、ずっと歌の歌系はずっとやってほしくて、いろんなところで。楽しみ、今も本人に言っときました、楽しみにしてるわーって。決勝いつなんだろう、決勝。昨日せやねん見たで、ありがとうございます、楽しかった。せやねん、いやー、そうなんですよね、楽しかったですね。3時間半あっという間すぎてびっくりしました。皆さん本当に優しくて、ファミリーって思って、朝から幸せだったって、ありがとうございます。土曜日ね、なんかネタバレミーティングとかも出させてもらったり、それこそ朝パラとか結構土曜日の番組いろいろ出させてもらうことがちょこちょこあるなーなんて思いながら、はい、いや本当にセアニンに出ていられた芸人さんがみんなどんどんこう進出していくっていう風にこう言われている番組なので、そう、ここでいっぱい、ま、学んでいこうって思います。来週は寝ないですね。噛んだごまかしきれてなかったか。で、住人トイレ、私もTVer の方で見ました。家族も TVer で見てくれたみたいで、はなちゃんがもうめちゃくちゃ可愛くて、娘さんなんですけど、ちょ、炭酸飲んだらもう止まらん何かとは言わんけどはい、花ちゃんがめちゃくちゃ可愛くて、漢字もね、私のカリンの花と一緒の花で、なんか嬉しいなって思いながら、合間時間もずっと一緒に番組内でも拾ってたガラスかな、ガラスみたいな、なんて名前だったかな、ガラスがあってそれを一緒に集めたり、イラスト、今まで描いてきたイラスト見せてくれたり、お母さんがすごく絵がお上手で、そう、ディズニーのイラストみたいなのも描いてて、そう、めちゃくちゃ楽しかったです。休み時間もずっと癒されてて楽しかった。素敵でした、本当に、本当に余計なものがない、無駄なもののない
お家でしたね。本当リゾートホテル。なんか楽しそう、テンション上がってるわ。可愛すぎる、本当に。こじかりって、そうですね、言ってましたね。いつか劇場行ってみたい。ぜひぜひぜひ。今日も初めましての方もいらっしゃって嬉しかったです。初めて来てくれた方がいました。ちょっと揺れるからね、ごめんなさいね。動物園かな。そうよ、テンション上がってるわ、みんな元気いっぱい。ゆるこ行く、待ってる。昨日のインスタキャンドルです。キャンドル、いい匂い、めっちゃ。金レモン飲みたくなってきた。美味しいです、めっちゃ。ユイナだ。ユイナじゃない、違う。未来、ユイナかな、誰やろう。ナナホさんだけ聞く。誰だろう、分からん。未来と公園での久しぶりだと思うので楽しかったです。夜公演も楽しみます。ごめん、ダンス部の YouTube 見たよ、かっこよかった。衣装までね、お貸しいた、お貸ししてもらって、貸してもらって。そう、カインちゃんボウリングしたことあります。でもまあ最近はずっとしてないですね。6年はしてないんじゃない。あれ、なんか1回仕事でしたかな、なんかした記憶あるけど。でも あんまやんないです。それこそコロナになって1回もしたことないから、 2,3 年は全然余裕でしてないと思います。774本倒すまで帰れないらしい。もう初っ端から投げ続けないと絶対終わんない。うん、もうどんな企画でやっていくんだろうとかなーって全然わかんないんですけど。点な774点。そうなの、無理って思ったか、774本倒すのは。774点ってどれぐらいなんだろう。夜声の髪どうしようかなって。ちょっとお昼はおろしたので、なあ、めっちゃ伸びたと思いませんか、髪めっちゃ伸びました。ストレートにしたらもっと長くなって、ちょっとそろそろですねって思いながらなんですけど、夜はちょっとアレンジしたいなって思ってます。昼はなんかお昼夜だった時に髪型変えたいなって思うじゃないですか。でもお昼でちょっとグリングリンに巻いたりアレンジしすぎたら、夜に何も、夜のなんか
レパートリーが減ってしまうから、フィルは割と落ち着いた髪型をしてることの方が多い気がする。夜終わりも配信するので来てくださいね。キス待ち、今日のキス待ちはなんか大黒柱にチューだったんで、家族にチューか嫌だなと思ってペーってつけとくみたいな感じでやってましたはい、夜声も楽しみにしててください。では終わります。ランキング13位、かほちゃんありがとうございます。12位かなぴありがとうございます。11位、アルマサトリアありがとうございます。インドネシアですって。10位まゆちゃんありがとうございます。9位はるちゃんありがとうございます。8位みさきさんありがとうございます。7位こじかりコンビ推し、誰と誰だありがとうございます。6位なつきちゃんありがとうございます。5位みのりちゃんありがとうございます。4位りさちさんありがとうございます。3位ゆりりんありがとうございます。2位かりんちゃんありがとうございます。1位はななちゃんありがとう。では終わります。バイバーイ。